こんにちは、大元です。今日なんですけど、梅田駅の近くにある曽根崎お初天神通りというところに来てます。今日はこの後バーで仕事なんですけど、それまでに1時間ぐらいちょっと時間があるので、この、曽根崎お初天神通りの中で1000円でお酒が飲めるところを探して、しかもあのペイペイが使えるところだけで、お酒を飲んでその後仕事に行きたいと思います。じゃあ行ってみましょう。ペイペイでペイペイが使えるところ結構いっぱいあるんですけど、どこにしようかな、どこに行こうかなと思います。お初天神のハイボールバー、ハッピーアワーで全品ドリンクに100円オフ、350円ぐらいでハイボールが飲めます。よし、じゃあここにしよう。すごいいっぱいペイ使えるらしい。ラインペイとかペイペイ。こっちもしいですか。はい、スプラッシュハイボールと、どうしようかな、フライドポテト。あ、ケージャーフライドポテト。これちょっと辛いやつですか。そうですね、少し辛いです。スモークで、スモークフライドポテト。はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。スプラッシュじゃないハイボールもあるんですか。そうですね、あ、そのスプラッシュっていうのは炭酸の強さっていう。2倍。じゃあどのウイスキーもスプラッシュハイボールにできるってことですか。そうですね。So just say the words and I'll come running and we'll roam like beasts of the earth in search of a world that we deserve. Yeah, we'll roam. ハイボールめっちゃうまかったです。ただね、1000円以内と思ったんですけど、あのチャージがかかって1300円ぐらいでした。ちょっとね、失敗したなと思います。でもね、ハイボールはめっちゃ美味しかったし、あのフライドポテトもめっちゃ美味しかったです。ちょっと計算を間違えましたが、まあ、ペイペイも使えて、まあ、美味しいハイボールが飲めるお店だったんで、まあ、あの梅田のお初天神寄った際にはちょっと行ってみてもいいかもしれません。じゃあ今日の動画は以上です。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた、バイバイ。For your heart, I will contend.